んにちは、平山茂です。今日は7月14日水曜日ですね。現在時刻は2時47分でございます。豊田市に入りました。今はどこいたんだ。はい、今日はですね、お休みということで、またちょっとね、プラッとドライブしております。ノープランドライブですね。県道33号線、愛知県です。愛知県のね、どこにたどり着くんでしょうか。何かね、こういい景色だったり、なんか何か出会いを求めて今走っております。クマさん、ちょっとバグってきてるじゃん。小刻みな動きがちょっと長くなってない？昨日クマさん、まだ名前決まってないね。え？なんか調子悪いですね。今日はゆっくりしといて。よし、ちょっと休んでて。また明日。クマさん、また明日ね。なんか住宅街で。さあ、水曜日ですからね。週の中日でございます。もう大丈夫ですね。県に入りましたね。土岐市でございます。岐阜県の土岐市に入りました。土岐三国山県立自然公園、行ってみましょう。展望台がありますね。よし、行きます。さあ、ちょっとね、天気は良くないのでね、景色はどうでしょうね。門がありますね。絶対車来るよこれ。おーおー、崖、ポツンと一軒家じゃん。生えてる、滑りそう。あれ、またゲート。なんかありますね。展望台はどこ、あれ、よし、なんか車、おっと、よし、とりあえず車止めよう。よし、いいですね。あ、こっちがメインの駐車場か。あ、展望台。これは行っていいんだよね。すごい、お地蔵さんがいっぱいございますね。
りしときましょうか。石碑が、ちょっと展望台に登ったんですけどね、ちょっとカップルがいらっしゃいましてね、ちょっと喋ることができませんでした。喋りながらね撮るっていうのがいいですね。いい景色は映せませんでしたけど、まあ大丈夫ですね。さあ今日は三国山に登りました。まあノープランドライブとしてはね、まあまあいいんじゃないかなと思います。展望台も結構3階建て分ぐらいの展望台があるので、本当に景色は良かったです。ただもうちょっとね晴れてたらっていうところで、まあでも大丈夫ですね、大丈夫ですね、大丈夫ですね、そう言っております。はい、わかります。ちょっとね遠くの方で雷がゴロゴロ言ってたんです。なので帰ります。ではまた明日。おやすみなさい。平山茂でした。またね。またね。いいよ。いいよ。